スピリチュアルズ私の謎を読んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます著者は立橘明さんですで内容を紹介しますと 私もあの人もたった8つの要素でできている。人間の行動のすべてを実は意識ではなく無意識が決定している。あなたの知らないあなたの無意識。これを本書ではスピリチュアルと呼ぶ。今、世界の最先端ではすでにあなたのスピリチュアルは読み解かれ、さまざまな局面で利用されている。世界72億の膨大なスピリチュアルズへの未知の旅はすでに始まっているのだ。この事実を知って、今度はあなた自身が自分の人生を変え,変えられると気づく番だとで。本を読む理由なんですけど、立、え、花、ー、明さんの本ということで読んでみました。 で、この本はですね、あのまあ、心理学の、まあ、無意識とかビッグファイブとかの知識を持っている人は結構サクサク読んでいける本かなと思います。まあ、逆にその辺の知識を持っていないとですね、まあ、なかなか読むのがね、大変なんじゃないかなと思います。でも読む価値がね、ある本かなと思っております。で、まず、 ここに書いてある通り、えー、人間の行動のすべてを実は意識ではなく無意識が決定しているっていうねまあもう結構当たり前になった話なんじゃないかなと思うんですけどまあここを知らない方のためにちょっとフォローしておくと、まあ、僕たちって僕たちの行動は自分がこの意識を持ってねおりゃーって決めてるかといったらそんなことないんですよ決めてるよ、えー、もちろん意識でも決めてる部分があるんだけどもうほとんどの部分が無意識によって決定されているんですよね、まあ、もしね自分のまあ意思と意識でねあの 行動を決められるのであれば、もほとんどの人っていうのが、えー、気づけばスマホを触ってるんですよ無意識のうちにスマホを触りあれいつ,のいつの間にかスマホを持ってるでいつの間にか SNS チェックしてるスマホのゲームしてるとかやってるわけですよね、えー、無意識でな何か物事をやっているわけなんですねでここで知っておきたいことが 無意識をコントロールやろうとしている人たちがいるってことですね。えー、まあアメリカの大企業とかそうですね。あのーまあ、SNS の会社とかですよね。まあ、めちゃくちゃ利益を上げている会社。なんであんなに企業価値が高いのとか。なんであんなに利益上げてんのって。なんでそんなに儲けることできんのまあその一つの理由に無意識に、えー、コントロール。まあ無意識をコントロール。 コントロールというのかな、人の無意識というものをね、支配していこうとする動きがあるからですね、まあ、動きといったらちょっと言葉が悪いかもしれないんですけど、まあ、そういうのがあるんですよね、えー。頭のいい人たちはですね、どんどんスマホのアプリを触ってもらいたい、SNS をチェックしてもらいたい。 ゲームをしてもらいたい課金してもらいたいじゃあどうやったら人にそういうことをさせることができるのかっていうのをね、まあ、めちゃくちゃ考えてる人たちがいるんですよねでその人たちは僕たちの無意識を支配しようとしているね、まあ、この言い方はよくないんですけどまあそういう動きがあるんですよね。はい でえー、スピリチュアル理論というものがあります。まあ、これは著者が呼んでいるだけなんですけど、えー、脳科学や進化心理学、えー、進化生物学、行動遺伝学などの急速な進歩によって、脳イコール心の秘密が徐々に明らかになり、今や新しいパラダイムの心理学,心理学が登場しつつあるとで。この理論を一言で言うならば、私もあなたもたった8つの要素でできていると。でこれをスピリチュアル理論と呼んでおります。じゃこの8つの要素ってなんじゃいって話なんだけど、それは、 えー、ビッグファイブを拡張しているものなんですね、えー、心理学でおなじみのビッグファイブなんだけど、まあ、これはあの性格診断テストみたいなことを、ねえー、やった人が、えーまあ、あると思うんですけど、このビッグファイブとか聞いたことないですかね。まあ、このビッグファイブっていうのが、まあ、人の性格をまあよく表している、今現在、えー、最もよく表しているんじゃないかって言われているものですねで。このビッグファイブを8つに拡張したものがこのスピリチュアル理論ってやつですね。で この本を読む前にですね、あのビッグファイ5の性格診断テストみたいなことをやったことがない人はね、ぜひ受けてみてください。あの簡易版であれば無料でできますし、あのネットとかで検索したらすぐ出てくると思うんですよね、BIG5、えー、性格診断とかね、えー、性格検査みたいなので、検索したらすぐ出て,くる出てくると思うので、まずそれで自分の、ね、性格を検査、えー、してもらった方が、この本を、ね、読みやすいんじゃないかなと思いますと。 でこのビッグファイブはビッグエイとか八、えー、つの要素ですねこの八つの要素を話しておきますとビッグファイブだったら協調性というものがあるんですけどねそのファイブのうちの一つがね、えー、それを同調性と共感力に 分分けけまますすととこのね橘さん分けておりますとでそこに外見と知能を加えて8つの因子でパーソナリティを説明しておきますと。でなんでこの外見とか知能を加えて説明するんですかっていうとこれ抜きにパーソナリティを説明しようと思ったらなかなか難しいからですね、まあ、外見とか知能もパーソナリティの一つですよね。 でこの8つはですね、えー、明るいか暗いか、えー、精神的に安定しているか、えー、神経質か、えー、みんなと一緒にやっていけるか自分勝手か、えー、相手に共感できるか冷淡か、えー、信頼できるか当てにならないか面白いかつまらないか、えー、賢いかそうでないか、えー、魅力的かそうでないかのこの8つですねでこの本はですねこの8つをかなり詳しく紙面を割いて説明してくれているので、まあ、その辺の説明をどうでもいい。 という方は、まあ、む,しろむしろじゃないな、もしくはビッグファイブとかを知っている方はです、ねえー、この本を読む部分がかなり減ってしまいますね。えー、サクッと読めると思います。でも、まあ、これ全部読むのもやっぱ大変なので、そのビッグファイブの検査をやったことがない人はです、ね、まず検査を受けて自分の,このビッグファイブを知って、まあ、この明るいか暗いかあ自分は明るいんだとか思ったら、ね、ここ興味を持って読めると思うので、やっぱりまず検査してみるのがいいんじゃないかなと思いますじゃあ、このビッグエイトを知ったら。 何に使えるんかいなって話ですよね。まああんまり使えないんですよ。あ、自分ってこういうパーソナリティなんだっていうのが分かっても、えーまあ、どうしたものかっていう話かもしれないですね。で、最後らへんにですね、えー、っと、成功するパーソナリティがね、挙げられておりました。えー、っと、えー、っと、成功するパーソナリティですね、えー。成功する3つのパーソナリティがあります。それが何かというと。 知識社会の高度化によって高い知能、高い堅実性、低い神経症傾向、この3つを持っている人は成功しやすいですよって書いてありましたね。あと外見とか加わったらもう最強に強いですよということもね、書かれておりましたと。さあ、皆さんどうでしょう。ビッグファイブのテストとか、あ,あと IQ テストですね。この知能はね。その辺を測ってですね、ありますかね、これね。これがあったらもう相当ハッピーな人生を送れるかもしれませんと。まあね、なかなかないですよね。この3つ持ってますよっていう人も、なかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、 まあでもねその悲観することっていうのもあんまなくて、まあ、このなんかさ、僕たちはこういうなんか、堅実性があった方がいいんだよねとか、悪いんだよねっていうね、いいとか悪いとかっていうのを、えー、決めつけてしまいがちなんですけど、まあ、確認しておくべきことはですね、このすべてのパーソナリティっていうのは、進化の適用なんですよね。高い堅実性がいいとか悪いとかっていうよりは、悪くても、 これが進化の適応なんですよねそうやって生き残ってきた動物たちの子孫なんですね、僕たちはね。ってことをまず知っておきましょうと。じゃあ、この3つ持ってない人はどうしたらいいんですかって話なんだけど、まあ、著者はこう言いますね。私の提案は極めてシンプルだ。それは自分のパーソナリティを前提にして、それがアドバンテージを持つ場所、ニッチを探す、えー、になると。 まあこれは立花明さんの他の本でもね書かれている場所なんですけど、要は自分が活躍できる場所ですよね、自分の土俵,で土俵を見つけてそこで戦いましょうということですよ。仮にねこの3つがあったらまあいろんなところで成功できると思うんですよ。でもこの3つが揃って ない人の方が多いんですからそういう人たちってのは、まあ、自分が活躍できる場所っていうものが、まあ、どっかにあるんでニッチだけどねニッチだけどあると思うのでそこをまず見つけていきましょうやっていうねまあいろんなことで書かれていろんな本でね書かれてある、まあ、一種の成功法則みたいなもんですよね。はい、あでね個人的に、あのー、興味深かったのがですね後書きに立花明さんのパーソナリティがねあパーソナリティが触れられていたんですよね。 あのなんか気になりますよね。立花明さんってどんな人なんだろうって、僕は気になってたんですけど、まあ、いろんなことが書いてありますね。内向性パーソナリティーはまあ平均より高いと。賑、えー、やかな場所は苦手だけど、知らない人と話すのは嫌いではないと、えー。所有や収集への欲求もない。家族以外とほとんど対面しなくてもストレスを感じない。抑、え、う、ー、つリアリズムが強いと。同調性は他人より低い。まあ言っても、社会に反抗するようなことはないと。Q の尻尾は左側に書くタイプ。あ、この Q の尻尾を言っとこうかな。 まあその前に、権利性は高いと、えー、締め切りを起こらすことはありませんと、えー、経営の開放性は平均より高いですと、まあ、そんなことが書かれておりましたと。でもこの Q の尻尾を左側に書くタイプね、これ、やってみましょうか、これは面白いんですけど、えー、セルフモニ,モニタリングチェックですね、まあ、自分をどう見てるかっていうのがね、えー、わかるやつなんですけど、セルフモニタリングとは、えー、自分が他人からどう見られているかを観察する能力なんですね。 でセルフモニタリングが高いと他人からどう見られているかを気にし、状況に合わせて振る舞うと。セルフモニタリングが低いと他人からどう見られているかを気にせず、状況ではなく自分の価値観に従うということなんですね。じゃあ、指で額に Q 書いてみてください。指で額に Q Q を書いてみましょう。9を書く。で、このとき、9の尻尾、もういっ,っちゃいますよ。いっちゃいますよ。まだできてない人はちょっと止めてくださいね。じゃ,ゃいきます。えー、このとき、9の尻尾、右側。で、相手から見ると、Q は左右逆に見える。 に書く人はセルフモニタリングが低く左側に書く人はセル,タセルフモニタリングが高いってことなんですね皆さんどっちだったでしょうかまあ僕はですね、えー、まあどうでもいいかもしれないですけど僕は、えー、セルフモニタリングが高いタイプでしたね、えー、まあ自分でもそう思ってたんですけどあそうなんだというね、えー、ちょっと思ってしまいましたでまあ立花明さんも高いタイプらしいですとはいということなんです、ね、あ、あとそうですねこのビッグエイトってやっぱ組み合わせなんですね組み合わせでパーソナリティがありますよとで パーソナリティの主要な要素は正規分布によって約7割が平均プラマイ標準偏差1標準偏差の範囲に収まるが誰もが見てわかるほどはっきりしたものや極端あそれが、えー、2標準偏差ですねで極端病的と思われる人は平均プラマイ3標準偏差以上とかに言うらしいですねで神経症傾向と、ま、例えば神経症傾向と共感力堅、えー、実で、えー、経験への開放性が平均付近だけど外交性だけが2標準偏差付近 近く高いい人がいたとしましまょうする,人このするとこの,一つ、えー、この一つのパーソナリティだけがくっきりと浮かび上がって明るいとか推しが強いなどの印象がつくられた。私たちはこのように複数のパーソナリティから特に目立つものを選んでそれを性格としてそれをタイプ化し人間関係を簡略化しているのだろうということが書かれていて、まあ、この8つの、まあ、要素があったとしたって まあ全部を見てるわけじゃないんですよね、他人のね。どれか一つだけ低いとか高いっていう極端なものがあったら、それであの人ってあだよねとかってね、見ているということなので、まあそんな感じですよね、人間ってね。まあでも自分はそうではダメですよね。他人はそう見てもいいかもしれないけど、あんまり良くないけどね、まあそう見てもいいかもしれないけど、自分も そうやってあ自分ってこれが高いから明るい人間なんだとかね暗い人間なんだとかで自分をステレオタイプ化していくっていうのはちょっともったいないかもしれないですよね、えー、まだあなたには、えー、高いところがあるかもしれない低いところがあるかもしれないそういうことを見つけていって、えー、自分の土俵ですね自分の土俵を探して、えーね、そこで勝てるようにしていかないといけないんでなんか自分のことはぼんやりと思っておかない方がいいですよねってことでやっぱりそのビッグファイブのねテストを一回受けてみるのがいいんじゃないかなと思いますねあこういうところ自分低いんだとかこういうところ自分高いんだっていうことがね分かったりするのでね まあそんな本ですね。で、こういうね、詳しい説明がね、知りたい方はですね、そのビッグエイトのね、えー、ぜひ読んでみてください。で、ちょっとここ紹介しようと思ってたの忘れたな、えー。世界を変えるアルゴリズムの話なんだけど、まあ、これも結構有名な話なんだけど、まあ、Facebook のいいねで、あなたの性格わかりますせっていうことなんですよ。まあ、そういうことをやろうと思ったら、わかる時代になってるんですね。まあ、なんでこんなことがわかるような時代になってるかっていうと、まずとりあえずですね、まあ、その、 スマホで性格,テスト性格テストができるアプリっていうのを作るんですよ。で、Facebook とか Twitter のユーザーにこれやってちょうとか、むしろ100円あるからやってちょうみたいなことをやると、みんなやりますよね。だって自分の性格って何って知りたいから。だから、ほいほいやってくれるんですよ。で、こうやっていくと、大量のビッグファイ5のまあ性格その人の性格のデータ集まりますよね。めっちゃ集まったと。ファイ5のデータめっちゃ集まったと。そして、その人たちが、 どういったものにいいねをやってるかも分かりますよね。だってユーザー分かるんだからね、その Facebook のユーザーとか Twitter のユーザーに、この人どんないいねをしてるのかなって分かるじゃないですか。ってことはですね、えー、その人のビッグファイ5の性格と SNS のいいねのね、えー、押し方、まあ、行動がですね分かるんですよ。相関関係が分かってくるんですよ。じゃあ相関関係が分かっちゃったら、もうこれは逆にですね相手の性格を知らなくてもいいねから相手の性格が分かるようになるんですね。 この人はこういういいねを押してるから、こういうビッグファイブを持ってる人たちなんだろうっていうのが分かってくるわけなんですよ。じゃあ、これがどれぐらいの高い精度でいいねをね、押してる、押してえこのいいねが分かれば、どれぐらいの高い精度でその人のビッグファイブ、まあ性格が分かるかっていうと、もうめちゃくちゃ分かってきてるらしいんですよね。もうすげえ分かってきてるらしいんですよ。じゃあ、これが分かるとどうなるかっていうと、 いろんんなことを使えるんですね。例えば、それが選挙ですね。投票をどう変えさせるとか、まあ、商品とかもそうですよね。モノサービスをこの人に売るには、どうやったら売れるか、えー、最も効果的に売れるかっていうのが分かるんですよ。その人の性格が分かってるから、その人に,、えー、の人に響くような文章ですよね。文章とか動画とか画像とかを使うことができるんですよね。ああこういう性格の人にはこういう文章とか、こういう動画とか、こういう画像をやれれば、買ってくれるよね。サービス受けてくれるよねとか、えー、選挙、こっちの方に投票するよねっていうのが コントロールできるようになるかもしれないっていうね。まあ、ここがまあすごい時代だならって感じなところなんですよ。まあ、これを聞いても、はああ、そんなことねえだろうと思うかもしれないですけど。まあ最初に言った通りですね。僕たちっていうのは意識じゃなくて無意識がすごく強く影響してるんですね。僕たちの行動にはね。えー 1まあ一つの広告だけであなたが動かされるかどうかっていうのは全くわかんないんですけどえ自分が普段触れている SNS から同じようなねえいろんな広告が出てきた時にそれがあなたに向けられた広告だった場合に僕たちの意識っていうのは徐々に変わっていくかもしれないですねその無意識がえ行動してくるようになるかもしれないということでねいやーなかなかね恐ろしい時代に生きているんじゃないかなとかね思ったりしますってことでまあねまあこ,れこれかなり余談かもしれないですけどまあそういう時代に生きていたりするんですよということでした この本が言いたいことはですね、まあ、とりあえず自分の、えー、ビッグワイブというか、まあ、ビッグエイトを知って、えー、ニッチで戦っていきましょうですね、えー。自分を知らないと、自分がどういう場所に、えー、合うか、どういう土俵で戦えるのかっていうのは分からないんで、まずとりあえず自分のパーソナリティってものを理解していきましょうよっていうのが、まあ、この本の言いたいことなんじゃないかなと思いますので、えー、興味がある方はですね、ぜひ読んでみてください。あなたはどういう、えー、パーソナリティなんでしょう。はいじゃあ今回、えー、これで終わります。